5番のプレイあ、まヤーたが2発番言しまか。す。はい、よろしくお願いいたします。まあ、ここの位置なんで、盤面の話はね、勝手に2周目の僕の位置で固まると思っているので話しません。嫌いなことは、まあ、ムラスラですね。理があることもあるし、まあ、それって信仰宗教の違いだと思うんだが、結果論でしか話が進まないので、僕は嫌いだし、コストも鈍るからね、俺の位置だと。なんで、なるべく嫌ですけど、まあ、理があることもあるから、まあまあ、そこは、なってから判断しますね。その人の考察とか聞いて。はい。あとは、そもそもやっぱ話聞かないと多分考察もできないと思うし、そもそもその人にヘイトが集まって村の色も出なくなるし、例えば人外がそれを指摘した時に、その人ってめちゃめちゃ白くなるので、そういう意味でも、やっぱ失言した人って黒くないですけど、まあもうケアでつる、もうなんかわかんなかったらその人つろうかなって、それよりもっと黒い人がいたら黒いとこつっていこうかなって。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、まず5番さんの精査します。白くもないし黒くもないです。現状フラットで見てます。で、自分進行論言うのであれば、自分占い師精査する方が一番情報落ちると思います。その辺で LINE とかも見れるし、占い師の人が狼も探しやすくなると思う。ただ占い信教の時はわかんないよ。ただ進路の時はこれが一番自分強いと思うんで、7番さん、8番さん、こっから占い師出てきて一人だったとしても、神っぽい、偽っぽいっていう発言は残してほしい。それがすごく情報が落ちる。うん、だから、もし一人しか出てこなくても精査してほしいかな。で、自分は視点合わない人やっぱ釣った方がいいかなと思う。やっぱ狼ってその視点が合わないと思う、やっぱ村側と。だからそういう人も釣っていきたいかなって思ってます。7番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。さっきもっていう話になっちゃうんだけど、失言多い人が残ると結局そのまんま引きずられて村負けっていうパターンがあるんで、失言僕も釣りたいなと思ってるんで、5番さんが言ってる意見がなんか納得できます。ただ白黒はまだつけられないと思ってます。で、6番さんが占いちゃんと精査して占いで LINE 見ていきたいっていうのも同意できるし、だ今のところ現状色落ちしてないなぁとは思ってます。で、まあ2周目僕のところ回ってきた時にはもうさすがに盤面できてると思うんで、そこでもう一度考察精査していきたいと思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、特に白いなっていうのも黒いなっていうのもなかったと思ってますけどね。ただ一番考え近いなっていうのは5番さんかなっていうふうに思ってますよ。村それが嫌いだよっていうところも、話ちゃんと聞く気だし、把握漏れとかそういう指摘してる人外っていうのは白くなっちゃうから、そういうのはやめましょうよっていうの。まあちゃんと基本に忠実にやりましょうよっていう俺いつも言ってるんですけど、まあ考え近いかなっていうふうに思っていて、まあだからこそでも2周目しっかり精査したいなと思ってますね。まあ流されないようにっていうのもあるんですけど。まあ6番さんに関してなんですけど、じゃあ、あなた自身もしっかりじゃあ占い精査してくださいよっていうのはありますね。7番さんに関しては、5、6番さんの意見に、まあ、ほぼ同意してただけだと思っているから、まあ、一番、なんだろうな、印象も何もないのが、まあ、なんだろう、一番回ってきてる位置なんだけど、7番さんかなって俺は思っているんですけどね。俺はこんなところです。9番のプレイヤーが発言します。はい、1周目お願いします。そうですね、8番さんが、まあ、7番さん、まあね、この順目で、まあ、7番さんを疑う目線は良かったかなとは思いますけど、5、6はまあ、色落ちなしですね。ムラスラ、まあ、好きな人もいないし、占いが出てきたら精査するのは、まあ、当然ですしっていうところで、まあ、今のところね、役も何も出てないんで、こうなっちゃいますよねと。5から8まで、まあ、基本は色落ちなし、ただ、8番さんはまあ、若干それでも7番さん、便乗してるよねっていうところで、まあ、叩きに行ったのはちょっと印象はいいかなっていうところだけど、まあ、それで白くなるかどうかっていうところは、言うとそうでもないっていうところで、まあ、確かに役が全く出てないと、まあ、精査のしようもないっていうところで、まあ、1周目はこれぐらいでいいかなと思います。以上で1す。番のプレイヤーが発言します。
はい、おはようございます。占い師で西尾です。把握お願いします。まず、西尾だった場合っていうのは、例の西尾で吉は潜伏でお願いしますね。で、三四郎だった場合っていうのは、もう役っていうのは全部、例のは出てきてほしいんだけど、騎士に関してはもう潜伏ね。OK。で、5から9の中で、気になる要素っていうのよりも、みんな紫が嫌い、紫が嫌いって言っているけれども、例えばね、2番3で白が出てるんだけれども、例えば2番3から占い師ですとかって言った場合っていうのって、強人目線っていうのって、俺が人外なのかどうかっていうのにもなるし、まず人外目線だったら、じゃあ2番3が強なのか、俺が強なのかっていうところでも出づらくもなるし、まあいろんな場面でも出てきてくれると、もう村だったとしても出てきてくれるとありがたいんだけどね。その点で5から9まで出てこない方がいい、紫がない方がいいって言ってるけれども、それっていうのって盤面整理が苦手なだけなんじゃないかなと思ったけど、みんなその話しかしてないから分かんない。2番のプレイヤーが発言します。はい、占い師でランダムで3番が白なんで、はい、心拍上がりありがとうございます。1番が出なかったら2不一だって心拍上がり盤面だったんで、まあ、それでもいいかなと思ったけど、1番の偽が2番に打ってくれたんで、まあ、非常に助かったなと思ってます。グレーの中で釣りたいのは7番かなと思ってます。5番、6番に対して、まあ、同意できる要素があったんだったらですね、5番、6番に対していい印象という印象を持って村に落とせばいいのにも関わらずに儲かりませんみたいなこと言ってるんで、7番ってどっちかというと黒塗り位置探してるのかなと思ってるんで、まあ、フレーズに入るんだったら7釣りでいいんじゃないっこていうぐらいのれ、ふうに思ってます。はい。2まあ、番以ち上ょっですね。とあれやっまあ、2周目て、もうちょっと精死ん査あだるらんです潜けど。伏してほしかっ3たね。のプレイヤーが発言します。はい、自分が神占い師です。7番に白です。まあ、霊能出てきて騎士は潜伏しといてください。まあ、現状、占い着に関しては、まあ、1番狼、2番狂人かなと思っていて、まあ、2番が白を舞台と面狂白い人で占展い師をす開にるなっのかたっていう人はいな。ると思うんですけど、一番が、その紫が嫌いが盤面整理が苦手、どうちゃこうちゃっていう、なんか意味わからん話してるときに、グレーの強靭目線の話ってから、一番が狼で、グレーの強靭がいる視点がそのまま出てきてるのかなと思ったから、一番狼、二番強靭かなって思っています。で、まあ、グレーに関しては、まあ、5番が意味ない話してるなって思いましたね。紫が嫌いって言いながら、理のあることもあるから聞いてから判断する。それだったらまず紫が嫌いっていう話をする必要がない点、盤面の話はしませんっていうのであれば、盤面の話はしないという発言をする必要がない点、5番が意味発言してるなと思ったかな。で、まあ、6番は特になし、まあ、8番に関してはもう特になし、9番に関しては8の7を疑う視点が20までって言ってたけど、8番って別に7番に対して疑う視点はこもうれ特にな3い。の芯以上。高いや4ろ。番のプレイヤーがこれ発言3しのます。芯高いやはろ。い。このまま5番さんに2周目なった場合、全潜伏でいきましょうか。全潜伏。これ一番嫌がりますね、狼。ああ。占い3人の時は、潜伏の方がいいですよ。これ出そうとしますからね。はい。いや、一番指名があるのは3番さんかなって思ってますね。1が2にしろ、2が3にしろ。か。いや、俺最初1が占い出て2にしろって言った時、1から4の間に、1が人外だった場合ね。2から4の間に新占いがいるの分かってて、後ろに打つかななんて思ってたら、ポンポン出てきましたね、占い師がバンバン。はい。ほぼほぼ7番さんは白で見てますね。3番さん白です。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。お願いします。4番はなんでどういう発言で3が深夜と思ったんやろ。盤面やったら大して別に2も3もないし、あ、う騎士すらってわ意味ー、あだるのる。かな。 いいけど、ちょっと待って。うわー、これだるいな。あ、騎士対、騎士、220の時ってどうなんだこれ。212やったら占いから行くんやけど。いや、これ例の出ていいわ。ちょ待ってな。これ22で例の出んはさすがにやばくない？あ、出ないって行くんの？いや、出るでしょ。例のないこと私すかしますよ。202、202占い。
いや3番が2番巨人出てこないでしょって視点を言ったから、3が2戦も別に出やすいよねって言ってるし、4がそもそものその3を芯が追ってるって発言だけじゃなくて、盤面だったら別に2もだし、1もそもそも2白だから別に強いと思ってるし、2がそこで騎士で出る必要あったのかな、1にバカ強いと思うんだけどな、2目線の1って、まあ、1狼の4はないかなと思ってます。1狼4で2、3の2分の1当てるのはきついと思ってるんですよね。はい、ちょっと待って、これはさすがに洋からの進行が占いだったら1と3どっちか決めていくけど、26だったら、まあ、2白出てるし、28だったら8いこうかな、騎士だったらね、はい、こんな感じかな。ちょっと進行が分からん。6番のプレイヤーが発言します。いやー、これむずいよ。俺もう3が死んだと思うから、ただ騎士の護衛間違えたら多分3抜かれると思うんだよね、俺。だから、クロス護衛提案しますね。今日占いの欄で、どうしよう。あ、3番さんが決めたらいいんじゃない ?3 番さん多分釣られないと思うから、3番さん目線、2と8の精査して、もう2と8発言聞けるから、あの3番さんが護衛してほしい方に護衛してもらえば、もう片方7護衛でいいでしょ。だからか、あの3番さんが新目で見てる方を3護衛、で、2戦目で見てる人7護衛でいいんじゃない?うん、これで俺は1投票するけどね。俺3の新目がめっちゃ高いと思う。やっぱりさすがに3目線あそこで、3が狼の時って2の狂人確定してるから別に潜伏してて、1って1個無駄占いだから、1噛めばいいし、俺は3が狼で出るメリット、まあ狂人だったらさすがにトリッキーすぎるから、ないと思うんで、俺1釣りの3がクロス越え7と、3のクロス越え提案俺はすればいいと思うよ。俺は1に入れますね。7番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。で、霊能出た理由が3番さんから白もらっちゃってて、そのまま噛まれたら霊能結構落ちなくなる。うわー、そこが霊能か。で、3番さんが、6番さんも言ってたけど、ローだった場合って2番さんから囲われてるから出なくていいんですよ。で、出てるってことは芯が高いなと思うんで、今日1釣りで僕もいいと思います。で、2番さんが芯だったらまだ出なくて、まだ騎士すらしなくてよかったと思うんですけど、2番さんがもはや騎士すらしてるっていうことは人外で見てて、2番さんが人外の8番さん騎士かなって思ってて、で、占いは3が真かなって自分は思ってます。今日とりあえず1番さん入れます。8番のプレイヤーが発言します。自分も1番さんにして見てるんで、1番さん投票でいいと思ってますよ。うん、で、クロス越えしましょうよ。2番さんね、破綻してください。どうぞ破綻してください。うん、これ指定先どっちですっけ？ 3 番が指定するんですっけ？ごめん、ちょっと、発言聞いてなかった。7番さん、どっちだっけ？これ、あれして、あれ言ったらダメなんかな？この時点で。まあ、いいや。じゃあ、9番さん教えてください。俺がどっちなのかっていうのを。はい。3番さんの新要素っていうのはもう当たり前に考えてわかりますよねっていうふうな話であって。2番さんは多分強人だろうなっていうふうに思ってますね。2番さんが強人の理由っていうのもあれなんですけど、まあ、多分、このまま行ったら1が釣られると思ったからじゃないですか。はい。それは分からないですけど、って言ったら、まあまあまあ、でも占い結果的に、まあ誰目線がな、情報釣りみたいな話にもあっただろうけど、多分1番さんが一番あの2攻めだと思ってたから、1番さんが釣り縄入らないように多分2番さんあれだったんだろうなっていう気しゃぶりでも、だとしても1釣られるけどね、2番さんグレーからって言ったら俺は微妙なんだけども、3番さんの言ってることが真っ当かなっていうふうに思ってるけどね。うん、俺別に7番さんの、別に怪しんでないしっていうふうな話やって、4番さんの全潜伏で行こうぜみたいなのは人外で言ったらなかなか勇気あるなっていうふうに思うけど、俺はそれあんま好きじゃないけど、っていう感じかな今更。視点一番合ってたのは6番さんかなっていうふうに思ってる。はい、1釣りますよ全然。はい、1釣ります。9番のプレイヤーが発言します。
はい、2周目お願いします。まあ、1からでもいいですけど、1っていうのは、まあ、そんなにみんながムラスラの話をしてたわけじゃないのに、なんかムラスラの話ばっかりしてっていうところで、あんまり話も聞けてねえのかなと思ったから、1からでもいいんですけど、2から、まあ、占い、うん、3番さん、4番さんあたりが指定すりゃいいのかなと思うけど、俺だったら2から行くかなとは思いますけどね。クロス越えって遠回りなんで、結局。2つで別に8が、うん、まあそこで万が一2が死んだったら8が残るから分かるじゃないですか、噛まれないからね、8が。っていうのもあるんで、2から行きたいけど、うん、まあ、票が割れてもあれなんで、まあ占いから手つけるんだったら1から行きますね。で、どうかな。これ、あれなんじゃない、でも。騎士が進路っていうのもあるかな。で、占い進教だったら1が、1教授。これ9かな、オカメ。ですよね。2から行って色見る。霊能が1回しか見れないんだったら2から行くのが強いけどな。2がもうこれ、進でやってたらやばいね。この後ね、役使用3名含め4人発言が残ってるんで、そこで決めてもらえばいいかなと思うけど。2の色を見るのが一番強いかなとは思います。これ2級人のもちょっとありそうやな。プレイヤーが発言します。まあ、これは2番さんがやらかしたっていうことで、まあ、負けですね。もうどうしようもないです。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、全然位置ずりでいいっすよ。はい。で、俺、護衛先に関して俺3番護衛かけるんで、8番、7護衛がいいかなと思ってます。はい、俺3番護衛かけるんで、8が7護衛、一応としていい。交際したの、これ、1、2人狼な。そもそも、3番のちょっと白先、もう一回言ってもらっていいですか、俺。把握漏れてたら嫌なんで。3番貼ってもらっていいかな、白先。これ、1、2人狼、急遽なんかな。3番の白先を貼ってくれ、誰か。あ、7白だったんだね。はいはいはい、わかりました。はい、じゃあ一応とします。3番のプレイヤーが発言します。いや、難しいですね。まあ今日は1番を釣ってもらって、まあでも2番の教授やったら別にそのまんまいさっといてもいいのかなって思ってしまうから。で、2番が狼だった時って結構7番の色結果でわかるのかなって思うんですよ。2番が強靭だったときって、村から見た視点って多分2番が一番偽に見えるはずなんですよ。なんでかっていうと、3番っていう人物が2番から3番白を受けてる状況下で、3番が占い使用してるわけじゃないですか。3使用目で強靭で占い使用、かつ片白を受けてる盤面なんですよ。だから2番の占い結果が一番信じられないから、多分2番を釣るっていう流れに村ってなると思うから、その場合って、強靭の場合って別に降りなくてもいいと思ってるんですね、自分は。三四四番目、初日に狼が釣られないか言って、むしろ狼が強いと思ってるから。だから限りなく2番が真に自分して見えるかな。2番狼やったらあるけど、2番狼で1強。いや、2番の狼もあんま見えないかな。だから2番が3番越えで、8番が7番越えでお願いします。まあ、グレーで怪しいのは、まあ、圧倒的9番だと思っていて、まあ、4番は次の発言次第で、まあ、5番はかわいそうだなって村だったらと思っていて、まあ、6番が狼だった時だけなんかこの村って多分手に届かないから、まあ、黒狙いで9番は4番が怪しかったら4番か6番を、狼キャラで占うかって感じですかね。占いでしょで考えています。2番が3番ぐらい、8番が7番超えてよろしく。今日は1番ずり。4番のプレイヤーが発言します。はい、これ3番さんが強靭で出てることも十分あり得るんだよね。3番さんが強靭だった場合って1周目で1番さんが 2番にしろで、そっからまた占い仕様でしょ。3番さんが強靭だった場合って1番さんが狼、2番さんが新占いっていうのが確定する状況だから、でそこでもし占い進路で追われた場合ってもう1番さん限りなく新切られる進行になるから、そこで占い使用して3使用にした
可能性もあるかなと思ったんだけど、3子音の状態だったら3番の新芽っていうのは高かったけど、2番がスラッシュしたことによって3番の強靭もあるのかなと思ったんだよね。三強人で初日ご主人釣り殺ああ、しだ、て、1番が2番に白打火ったが状食ら況おっで2た番らが負爆けたよ上がりあうりな、がそとうんございな。ますって言った時に、3番さんがまずいと思って3子音で出たのかなっていうのもちょっと考えたから、1番さんの芯もないわけじゃないかなと思ったんだよね。そうなると棋士にローが出てる。8の狼持って考察しようかなと思ってますが、まあ、1白結果出た場合は3番の強靭も追うかなと思ってますいや、ね。もう1諦めてる以上、もう全1プレイ釣ヤーりの発の言が終了しました。そ3のはもう疑い釣にらないはよ。どんな根拠があるのか。2番さんがやらかしてるんでって言ってる時点でもう1の芯ないやろ。1番さん初日グレーセンサーなかったからね、1周目。うん、自投票してる時点でもう投票が終了しまし3た。決め打ちで、追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。これ本当にね、勝ち目はないよね。無理。夜が更けはました。は、陣投容了に気をつか。けてください。夜が明けました。昨夜は一う番わ。の方が亡くなりました。3、4番のプレイヤーが発言します。何こ1れ。番さんの色は何でしたか？あ、黒だっああ、た。黒ああ、か。じゃあ3、やっぱ進化。ああ。どってちか、声し心ようと境しか、てたっけ？棋士が。そうか。あ、2が強靭か。じゃあいいんだね、普通に。グレランでいきますか。PP ないもんね。グレランでいきましょう。で、明日2番釣ればいいじゃないですか。って言っても1番狼だった場合って、いや、1の芯ちょっとでも持ったの俺ぐらいしかいないか、俺が1番安心かな。2番が強靭のふりした狼っていうのはないよな。多分グレに1路いると思うから。まあ1番真っ先に1釣りをした6番さんが1番村っぽい感じではありますかね。考察が伸びない。3番さんどこや死んでたっけな。1周目は5番さんのことを叩き入れてた気がしたけどね。3番さんの考察を覚えてる人いたらよろしくお願いします。5番のプレイヤーが発言します。はーい。2って、まあそっか、別に新郎新郎キャラで、今日釣っても明日釣ってもまあ変わんないけど、2の偽が確定してて、いや、ただね、1黒の時の4黒がね、あんまり考えれないんです。4って発言はおかしいですよ。ただ1黒で2、3、白見えてて、4黒で、いや、2分1でやるかな。俺別に占い師っぽい発言もしてなかったし、前半1でなんか占いを匂わせるような発言の人っていなかったと思うんだよね。いや、ただそこだけだよ。発言では4がめっちゃおかしい発言を、唯一1のシーンを追ってたし、まあ、6番さんからはもう1釣りの流れだったから、
申し訳ないね。俺はその盤面が追いつかなくて、まあ、めちゃめちゃ俺が怪しい位置になるかもしれないですけどね。ふわふわしてて追いついてなくて、みんな1、2世、1、2世って言ってて、1、2世で1黒が出てるのでね。で、6番が一応3番が逃げ切り1ではあると言ってたよね。一番白くて。で、多分占い値は9だったと思うんだよね。で、さすがに2黒で3紙したら、さすがに2番ってもう絶対釣りには入るから、強化したにはね。それはさすがにまあ企画盤面だと思うから。俺1、4黒黒が追えないから今日は9番から行きたいんだけどね。占い値もあったしね。はい。で、次の日絶対に釣るから。かな。で、ワンなかったら4、6のもか発言聞いて、発言では4があった時に黒いけど、1、4、黒、黒だけが俺、あんま考えれないんだよね、今言った理由からね。だからちょっと6番、発言は白いけど、もうちょっとしっかり発言聞きます。6番のプレイヤーが発言します。まあ、現状俺は9番さんから行こうかなと思ってる。9番で終わらなかったら、2つった後、俺は4、5精査なら4の方が白いと思ってて、俺は占い3、4の時霊能潜伏が強いと思うんだよね。占い3、4の時霊能潜伏が強いと思うから、4が狼の時ってあんまりそれ言っちゃうと潜伏されちゃうと思うんで、俺4狼ならそれ言わずに出て欲しかったと思うから、あの4、5精査なら4の方が白いかな。それとあの時点で、あの1、4ローローで3を怪しむ視点って占い値も入るから、やっぱ4ないかな。あと5番さんに関してはちょっとまだ3の2世追ってたから、占い3しようのままで2がスラする前だった時に、だからもしかしたら1を釣らせないように動いた可能性もあるんで、まあグレーは9番さん初日の1周目あんまりヘイト買わないような動きしてたんで、まあサイクロ9だよね。9つって終わんなかったら2行って、俺は4、5センサーなら5に行こうかなと思ってます。7番のプレイヤーが発言します。はい、2番さん強靭だと思うんで、まあ、とりあえずグレランで明日、まあ、2番さん落としておくっていうのでいいんですけど、確かに僕も4番さんが要は霊能の位置分かんない状態であの発言出てるんで、4番さんって霊能潜伏でいいよって言ってた人なんで、まあ結果僕白出ちゃってたから噛まれる可能性もあるから、そうするとダメだから出たけど、どこが霊能か分かんない段階で4番さんは霊能潜伏がいいって言えてたから、4番さん白いなとは思ってて、まあでも今日9でもいいし、でそれで5、6精査かな。8番のプレイヤーが発言します。別に今日9詰めても別に2でもさ、別に誰し、なんだろう、占いの目線が詰まるみたいなそんな話ないんだから、別に今日2でよくねって思うけど、早く終わるからとかそういう理由ですか。うん、2でよくねって思ったけど、破綻してんじゃん。破綻しましたよ、彼。はい。別に9番さんでもいいけど。まあ9番さんでもいいけどね。4番さんが、6番さん寝てたように、4番さんが人外であれ言ってたらなかなかやなっていうふうには思ってるし、シンプルに6番さんとは目線合ってたから、まあ5、9どっちかやろうなっていうふうには思ってますけどね。4、2つって終わんなかった場合もね。てかまあグレーから行くんか。まあじゃあ9か5から行きましょう、俺は。はい。9番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。皆さん1番さんが言ったこと覚えてないんですかね。1番さんは、2番さんがやらかした、もうこれは勝てないって言ったんですよ。言ってもうすぐ2番に回したんですよ。でもこの時点で3死んじゃん。で最後4番がでも3の今日あるかもみたいなこと言ってたんだけど、それはありえないんですよ。だから今日グレーから行くなら4、絶対に4。あの自分釣っても終わらないし、4より先に釣られるのはちょっと納得できないね。で、8番さんが言うように、まあ2番から行く、2番から行きゃいいじゃんと思うけどね、結局今日釣っても終わらないですよっていう。で1番さんがほぼほぼ人外、白状してんのに、
使用してんのに、3の強を出た4番さんがサイクロだと思いますけどね。まあそこ拾ってない5、6も黒いんだよな、でもな。まあ、自分つってもまず終わらないしっていうところで、2から行きゃいいのになって思うけどね。2番さんがやらかしたって言ってたんだよね。あれがどういう意図なんかなと思って。やらかしたって単純に多分3番に白を打つよりも2番は前に打つべきだったんじゃないのっていうのを狼同士でやってんのかなと思って、俺は2の色を先に見ればと、1はもう偽ほぼ確定してるんだから2を釣って2の色を霊能に見てもらえばなって思ったんだけど、まあどうしようかな。2番のプレイヤーが発言します。あ、7番と8番って見てます。2番って今占いで3白9白って言ってます。初日段階で3白で、俺新占い師なんです。新占い師で3白目で3番が出てきたから騎士すらして一三になって一番が僕目線で狼確定なんで一釣りに持ってってるわけじゃないですか。で、なおかつ僕自身は守る能力がないから、昨日の段階で三護衛しますよ、八番は七護衛しますよって言ったんですよね。僕は三護衛、八が七護衛してくださいって言って三番神発生して、一番人狼三狂人が落ちてる段階で、そもそも僕は昨日の段階で九番占って九白が出てるんです。あと明日占えばもうわかるんです。だから、8番目線で5級のランティーなって5落としてください。5落としてください。はい、で、俺4、6でもう占いはもう分かるんで、9白出てるんで。意味分かります。私の新占い師のロジックって全部筋通ってるんですよね。3、4、5番目になってきて、1番が2白を出している段階、なおかつ3番が出てきた、強陣で出てきたからこそ、騎士すらかけていて、もう透けている、1、3の打ち明けが透けているから、息ずり持っていく。持っていかないでしょ、人外で。1番に人狼を。わざわざ。で、新騎士に霊能を覚えさせてるんですよ。1番の色を見させるために。なおかつ、強靭でもいいから、かませるために、2番は3番守りたいって言ってるんですよ。これで僕の強靭を疑うんですか？意味がわかんないんですけど、今日5番に行ってください。じゃあ5番投票で、5番に合わせてください。で、明日俺の結果出すんで、色見せるんで、もういいっすよ。1番の黒落ちてるんだったら別に2番詰める必要ないんで、5投票でお願いします。ここで2番に入れるやつが人外だと思ってます。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。まあ初週から9番さんちょっと怪しかったからね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、うわ、終わんねえのか。を発表してください。だから終わんねえんだって。俺よりおかしなこと言ってる人何人かいたと思うけどな。まあどうしましょうね。まあ追加する気も起きないが2番行くんですか？と言っときゃよかったのに。で、まあ4だと思うけどね。どうもあそこで1番がほぼ人外って分かってる中で、で2番は騎士、もう騎士すらしてたから、そんな中で3の強を追うっていうのはどうなんかなって思うけど、ただそこを全く指摘しない5、6も黒い、うん、9なんか釣ってる場合じゃなかったと思うけどな。まあお任せしますけど、はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。に釣ったところで明日あるけど、まあ進路ロケアのために。まあいいよ、今日釣るから。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、2番のプレイヤーが発言します。だからさ、昨日の段階で俺が9白を持ってんのにもかかわらず9番投票するのがもう頭がおかしすぎると思っていて、意味わかんないのかな。初週の段階から2番が言ってるロジックが全部わかんないのかなと思っていて、マジで。
そもそも6番の陣がないからね、6番が1番釣りでって言い出したんだけど、6番が人狼で1番の相方だったとするならば、6番っていうのはそもそも1番釣りじゃなくて、2、8の騎士釣りっていう流れに持っていける人物で、6番が一番最初に出したから6番の陣が追うやつまでぶち殺すからね。もう5番で終わりなんで、5番で終わりです。ピーピー起きないです。1番人狼に3番狂人が起きてるんで、ピーピー起きないです。起きることがない。4番自身は分かるでしょって思うんですけど、5番投票でいいんですよ、別に。5投票。5黒なんで。意味わかんないかな、普通に。3、4、5番面かで3番の白持ってるから、騎士すらかけて、占いローラーに持っていきゃいいんだからっていう話なんだけど。しかも、1釣りができる盤面で、めちゃくちゃいい仕事してると思うんだけど、ここで9釣りした昨日の神経が知れないんで、ちょっと理解に苦しみますね。はい。以上です。5番釣ります。4番。のプレイヤーが発言します。いや2番さんが新占いだったらもっと俺たちは混乱してますよまあけどもし本当の新占いだったらすごいけどね、うん、まあけど別にそのまま居座って占い勝負すればよかったんじゃないですか。2番さんやっぱねスライド何回も何回もするとねちょっと分かんなくなっちゃうから、うん、まあ、2番さんが狂人のふりした狼っていうのもあるし昨日の時点でグレーラン持ってグレーの流れにするために狂人のふりした狼っていうのもあるし1番さん確かに9番さんが言うように2番さんのせいだからみたいなこれ勝てんわみたいなこと言ってたからもしかすると一人狼もあるのかなとか思ったし、うんまあ、とりあえず2番さん死んだろうが、まあ、黒見つけたんだから今日は釣られてください、うん、まあ多分だけど2号釣れば終わるかなとは思うけどね。はい。5番のプレイヤーが発言します。4、6どっちが狼なんやろ。2はずるよ、絶対に。死んだ人はほぼないと思ってんだから、ここでこう黒出してきてるし。6も5が黒い、4も9点直下で5が黒いと言い出した。いや、まあ5は黒出すよな、絶対。だって5投票に集まりそうだもんね。例の目視も6が白いって言ってるし、で、俺が1、4、ロロないって言ったから、6と戦えないから5黒で終わらそうって考えだよね。6番さんってさ、4番さんって発言どう考えてもおかしかったじゃん。あの状態で1の芯を折ってたわけでしょ。で、俺になっちゃうんですか。ただ、俺は1の黒が見えたときに、1、4、ロー、ローで2白出すのってめちゃめちゃリスキーじゃないかなと思って、それだけで、ただ発言は4番って圧倒的におかしいよって、俺9番さんに、俺の発言聞いてたっすかね。ちゃんと4番がそこの時点で1芯を追うのって明らかおかしくないって、もう1って偽ですよみたいな、もうアピールして死んで。行こうとしてたじゃないですか。において4って若干の一心を追おうとしてたから発言はおかしかったけどって言ってるんですけど、ただ1、4、ロー、ローで2、白ってめちゃめちゃリスキーやと思うんで、それがあんまり見えないからそれは6、9かなって思ってて、発言で6、9比べた時に9黒だと思ったんで9に入れちゃいました。申し訳ないです。6番さんってどういう発言を持って4が白いと思ったんですかね。俺と視点が同じで、で、5が1を釣れなかったって、俺の時点では3、4、5だったんで、それで1の偽が確定する理由ってなかったと思うし、途中でスラが入ったから、盤面ぐちゃぐちゃになったんですよ。申し訳ないです。はい。今日は2番いってください、絶対に。6番のプレイヤーが発言します。まあ今日は新ロロケアで2番行くんだけど、俺は現状4番さん行くつもりないかな。その理由なんだけど、まず、1、4人狼で2分の1にシングルライシン刺さるから打たないことと、4番さんに関してはちょっと霊能潜伏させようとしたんだよね。その辺が俺はムラリがあると思う。5番さんに関してはもう霊能出そうとしたから、霊能出しちゃうと7番さん神安定になるのね。で、自分の白要素って、霊能潜伏させて7番さん声高めたこと。で、グレー噛んだらめっちゃ詰まるから、その辺で俺はやったことはムラリあると思ってる。まあ2番さん真の可能性もあるけど、2番さん真であればもうちょっと説明した方がいいと思うよ。初日1つって狂人をかませるためにああいう行動をしたとか、
一切言ってないから、で、怪しい位置に白でしょ。で、後半位置の3に白でしょ。2番3目線1を新目で見たから、ご主人まだ出てないと思って、後半に3白打ったと思ってるから、俺2の芯は追ってない。強靭で見てる。なんで、もう2の結果信じてないんで、4、5精査だけど、まあ、ちょっと4、1だったら勝たしてあげていいんじゃないかなと思ってるんで、ほぼ5番さんに行くかなと思ってる、明日は。7番のプレイヤーが発言します。はい、僕も2番強靭で置いてて、もうそこはもう揺るがなくて、で、4番さんがさっきも言ったけど、6番さんと同じように、霊能潜伏をしてて、で、どの位置が霊能か分かんないのに霊能を潜伏させようとしたっていう動きから今日2番行って明日5番かなとは思ってます。ところかな。6番さんも同じ理由で、結局だから6番さんの位置でもその霊能潜伏を押すっていうことは、要は僕が霊能とはまだ分からない段階で、で、片白出てる7番の僕を守れるように言いつつ霊能は出さないっていうのが強いっていう発言があったんで、2番さん強靭ので、今日2番さん釣って明日5番さん釣りで終わると思ってます。以上です。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠が。もう4オカメだったらもう勝ちかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。まあ、まあ、4、6、7が5に行くっていうから、まあ、全然いいんだけど、で、6番に関しては説明してるって言うけど、全部昨日の段階で言ってっかんだよ、俺。3回ぐらい言ってっから、これ。だから、3白盤面下で、2番っていうのは初日の段階でもう3白って言ってんでしょ、初一発目で。3白が透けてる段階で3が太鼓で出てきてんだから、ここで騎士かけたら、そもそも3の方が締め高いよねって話になったら、1釣り持っていけるでしょ、で、1釣りで。で、そもそも俺が騎士 C をして、8番の芯が知ってるから、霊能の色見せるために、7番越え。2番は3番の2世を別に守る必要もないから、僕は3番越えっていう話をして、3番がそれを飲んだから、その通りに行ってるわけじゃないですか。全部説明してんだけど、マジで。話聞いてくんねえかなと思って、まあ、4、6、7に関しては、5番に対して言ってくれるっていうか、まあ、別にいいんですけど、はい、まあ、もうそれだけです、ね。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。かな俺は。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、さっきも言ったけど5番さん行きます。4番さんが1点だけ気になったのは3番さんを今日起きしてたところだけど、今日は5番さん行きますってところかな。あとなんかあるかな、まあ、5行く理由はさっきも言ったけど、4番さん6番さんの位置で霊能潜伏っていう意見が出たのが白いです。で、仮に4番さんが人狼で、その言葉が出て負けたんだったらもう、4番さんがうまかったって諦めもつくし、5番さんが人狼だと思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい。なんか、自分が1番、3の共鳴を追ってるって、まあ、追ったんだけど、追ったの2周目ですよ。騎士がスライドしてから。うん。
1周目の3周用の状況で、俺が一番最後の発言の時は3番さんが死んだって俺言ってますよ。うん。だからほぼほぼ7番さんも白ですって言ってますからね。で、2がスライドしたから3の強もあんのかなと思って。うん。だって3が狂人だった場合、1の狼、2の神っていうのがわかるから、そこでみんなが占い進路を追った場合、1の偽っていうのが、神明がぐっと下がるから、うん。だから、3番が神明を取りに狂人で3しようにしたのかなっていう論ですよ。わかりますかね、5番さん。まあ結局1番が黒でだから、そうじゃなかったんだけどね。まあけど2番さんが昨日言ったような2番さんが占いで2番さんの作戦だったら2番さんすごいね。けど多分狂人で結果論でそれ言ってるだけだと俺思ってるから。まあどっちみち5番さん、6番さんの丘見えないな。6番さんが最初一ずれをしたからね。あ、3番さんも5番さんが死んでたし、5番さんいきます。5番のプレイヤーが発言します。なんか6、7番さんにさ、俺がこういう発言でこう黒いって言われたらさ、まあ、そのなんか弁明じゃないけど、いや、俺はこうだよ、こうだよって返せんだけどさ、なんかよくわかんない理由でこう黒って言われてるから、どうしようも解消がないんですよね。私もさ、お、4黒だと思ってるんです、結果ね。6番さんってもう4日だったら勝たせてもいい。で、7番もそれに同意で、その、俺が黒いっていうわけじゃないじゃないですか。発言で4って全然白くなくないですか？で、4日だったら勝たせていいって、なんかめちゃめちゃ、なんかどうしようもないんですけど、私どうしたらいいんですか？ 4 番って2周目にだから3の狂人を追ったことがめちゃめちゃおかしいんですよ。1ってもうあの時点で負けだって言ってるのが、1、偽が確定してる状態で3の狂を4番さんと追ったんですよ。1周目じゃなくて。がそもそもおかしいし、なんか6番さんがその霊能潜伏を言ってたから村って言ってるんですけど、私の状態は3章じゃなかったんですよ。202だから、そもそも霊能がいないとクロス護衛とかもできないじゃないですか。だから非霊能を透かして霊能出しって当たり前だと思ってるんですよね。だからそれだけで黒いって言われても、いや私それは信仰として間違ってないと今でも思ってるし、なんか明確なこういう要素が5番が黒いって言われてないし、で、もう6、7残ってるんで、まあ負けるんだろうなと思ってるんですけど、発言でどう考えても4番って黒くないですか？だって、4番してんだったら6の黒もまだあるのに、5黒ロックっすよ。で、5の黒やつ上げずにっすよ。まあ、もう、はい。私は4に出ますね。はい。以上です。6番のプレイヤーが発言します。いやね、これもうミスしてたら申し訳ないけど、まあ自分の考察を話すね。まあちょっと5番さんに黒要素正直はないよ。まああるとしたら、5番さんの発言の位置で1、2、3って占い使用して発言の途中で2って騎士すらしたんだけど、まあ5番さんがしっかり1釣りをしてなかったとこ。まだ4番さんが3番さんの神明があるって言ったのに対し、5番さんは3の神明ってまだあるかなみたいな発言で、まだ流れ見て、一対の流れに行かないようにしてた感じも受けたってことと、あと、俺みたいにクロス、霊能者出なくても、別にクロス越え提案で7は守れたよね。3って結構神明が高かったと思うよ。まず狂人でも出ないし、狼でも1が無駄占いなんで、別に連打すればいいから、で、HP 高い位置なんで、3の狼とか追えないはずだから、それなら1釣りをして7護衛のクロス護衛提案できたと思うの、それしなかったこと。で、霊能出して四天晴らしたかったとこ、霊能出したら7神って絶対発生するから、どうしても、勝共で5になっちゃうよね。だから申し訳ないけど、自分は、もうほんと間違ってたらごめんだけど、ほんとごまさんの黒要素ってないけど、それぐらいになっちゃうのよ。まあそれと、あと盤面ね。1用の時2分の1だから、それも加味してってこと。全プレイヤーの発言が、私が悪人ですか？ああ、これで4が狼だったら、
ちょっと申し訳ねえな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。ああ、よかったよかった。村人陣営の勝利です。ああ、よかった。噛まないでください。え？いや、それは噛むだろ、普通。3が今日。もうね。伊庭さん、すごいね。お前ら話聞かねえから、もう、めっちゃ嫌いなんだけど。いや。なんか、もう全部筋通ってんだけど、全部、一から全部筋通ってる。いや、けど、言ってほしかったけどね。言ってんじゃん。もう全部、完璧なタイミングで、完璧なタイミングで占いも出て、だからそもそも9白出てるから、9釣らなくても5釣れてたじゃん。村でも釣れんだろ、普通に。あれ、けど俺が言ったの言ったかな？3をかませるために、スライドしたって言ったの。言ってんじゃん、3回ぐらい言ってんの。言ったよ。言った？何回も言ってん、何回も言ってん。言ったけど、それ強靭でも言えるから、また、だから。強靭がそもそもスライドするメリットねえだろ。あと、占い心境はないんかな、2目線は。強靭で3、4、1面間だったら、心取りに行くわ。強靭で1、2、3で1に白もらってる段階だったら、心取り行きますわ。うんうんうん。異論ある。あ、まあそっか、そうだね。異論ありますか、そもそも。2が取ってる行動が強靭でやるメリットありますか。まあ、けど信用取れなかったら俺ダメだと思うけど。いや、違う違う、まあ、少しは耳を傾けろって。だってお前ら全員1回も耳傾けなかったから、俺3回も熱弁してんのに、同じこと。え、ちょっとじゃあ2の芯追ってた人いる？いや、いないから言ってんじゃん。まあ、2の言ってることは、まあ、みんなは聞いてないけれども、結局は狼を当てて、狼みんな釣られちゃったから、まあみんなナイスっていう感じでいいんじゃない？いや、あれまずいよ。初日3ガミ入んなかったらまずいから。まあ、まずいっていうのもわかるし、まあ、とりあえず村のみんなの考察があっててうまかったねっていう話でいいんちゃう？うん、まあ、よかったと思う。俺、マジ4、6、7がちゃんと5に行くって言ったから、まあ、だから、まあ、いいよって言ったじゃん。いやー、これ、下手。キシロラ派がいたら危なかったくね、これ。いや、キシロラに行くのは多分俺が8番ぐらい、7番8番ぐらいまで進んだ段階でスライドかけたらそうなるけど、初手の段階でキシスラかけてるし、そもそも1番が2番で1番に進化させようと思ったっていう話をすれば、別にキシでも芯取れるから。キシで芯取ったら護衛先を俺は占い守りたいんだって言って3番護衛にすればいいだけだから、別にどっちでもいけると思ってた。まあ、ちょっと強心かましたのはうまいのは認めるけど、ちょっともうちょっと芯取るなら頑張ってほしかったかな。いや、だから言ってんじゃん、お前らがそもそも3番白9白なのに2番の芯を追わずに、2番の芯はないから2番から行くみたいなことも、わけのわかんないこと言ってんだから、2番の芯を追うんだったら4、5、6のどこかから釣ればいいんだって。そうすれば2番目線での黒い字もはっきりわかるし、村としてもデメリットがないんだから、そこまで頭が回ってないお前らが悪いんだろって話なんで、追ってないの。あとちょっと2番さん、潜伏は考えなかった一周目。うん、考えないね。いや、まあまあ俺の話だけど、まあ、自分の話だけど、自分が占い師で2番さんの位置行ったら多分潜伏するんよね。で、1って後半1に白打ってるから、1って結構共鳴が高いって俺は思うよね。ってなると、3、4で人狼で出る可能性を追って、まあ俺は潜伏して、3、4で出なかったら、かなり1の共鳴が高いとか見れるから、俺は2周目で出るんだけど、その辺どう思う？そもそも2っていうのは3白結果出てるから、3、4から陣外が出てくるっていう、2が芯が占い師だった時の目線的にはないんじゃない？
4が人狼で出てくるかぐらいだね。そうそうそう。まあ、村目線わかんない。2番さんが本物の可能性もあったし、2番さんが狂人で、知らないところに適当に黒落ちした可能性もあるから。まあ、そもそも、この村で、だいたい5番から始まったんだっけ ?5 番から始まって、5、6、7、8とすり足すり足で、印象付けもせずに、よっぽどコミ、なんかこう、キャラクターが立ってる人物もいない中で、わざわざ潜伏しようとは思わないから。まあ、余計伸びないよ。この5、6、7、8で全く全然議論も発展していかなかったんだから。まあ、潜伏するメリットないよね。うん、まあいいんじゃない、狂人結果かましてるからね。そこは俺認めるよ。まあ面白かったゲームだと思うよ。5番さん一生懸命最後まで頑張ってたしさ。まあそもそも俺グレーの釣り位置って言ったら多分何番つったっけ ?7 番つったっけ俺。グレーの釣り位置、グレーの釣り位置、いつのタイミングの話?初手の段階で。7、あ、7。あ、2って7って言ってたね。確か。あ、そうね。いやー、7。よかったと思うよ。5番さん黒要素なかったから。あ、ごめんね。何2番さん。そうそう。特に黒要素はなかったね。もう結構もう目線はっきりしてて、そもそも俺目線9白持ってて、6番が1釣りをスコーツで、6番の相方1も追えないし、もう4ゴールらして終わりなんだけど。で、5番時点が、そもそも占いから行くのか、騎士から行くのかみたいなことをニョ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 言ってたから、まあ、もう5釣りでいいやっていう考えで行動してんだよ。4番ってそもそも結構頭良くて、1、2、3で使用した番階で、3番の狂人目線みたいなの持ってるわけでしょ。4番時点で、まあ、2番が騎士スラをした後に狂人目線を持ってるかもしれないけど、そこまでの広い視野を持てるっていうことは、多分人狼ではないなと思ったから、めちゃめちゃ考察してる4番って頭の中で。いや、それはどうかな。いや、場面上2が3に白打ってて2がすらしなかった状況だったら三振進行っていうのは固いよね。で、2がすらしたことによって4が言うように、3強の妊娠の一陣外っていうのもあるし。いや、まあ、そもそも1、2、3で3、4番面かになったらどこ釣られるかって言ったら1番釣られるんだよ。1番釣った後にロラがかかる、多分。新郎ローがあるかもしれんとか言ってる。いや、多分1釣った後グレー詰めて、2って負けてたかもね、これ。2番釣られるかなって思って使用したんですよ。いや、3番さんもちょっとトリッキーやったね。よく出たね。3番さんの考えは?1番から2番白で、まあ、1番の狼実施点つけていて、まあ、3、4番目になって2番釣れたらラッキーだなって思っていて、村から見た視点って2番死んで置いた場合って3番が強靭になるから、多分2番の死が1番追えないっていう議論になって2番が釣れてくれるだろうって思って使用して、2番が7番白、7番釣りたいって言ったから、まあ、死ん占いが7番黒いと思ってるんやったら、まあ、自分そこに7白打つかって感じで。打ってで2番が騎士すらして実質点そうなった時に1番死んで1番の死が2白か出てるから、まあ、8番狼かって思ってで2番の死に3番声を寄せといて僕3番6黒と思ってたんですよ。それで自分が死にとって勝ちかなって思っていて、まあ、6番村だと思ってたから。いいね、トリッキーだね。いや、3番の目線はそれはおかしい。3番の目線はおかしい。だって3番目線で1番が2番に白を出してる段階で2番釣りには持っていけない。3番が押すべきは1番だよ。だって2番が強靭で使用しないでしょ。いや、分かってますけど、だから村から見た視点で2番を釣ろうっていう議論になると思ったんですよ、自分は。2番が真を村で追う場合って、三四を海に勝つ形で出てきた3番が狂人っていう視点だから、村から見た視点で2番の真が一番切れるっていう議論になると自分は思ったんですね。自分は1番狼、2番狂人って押しましたよ。ならないですね。ならないです。うわぁ、けどもうめっちゃトリッキーだね。ならないですね。別に2番が3番に白だし、3番がそこは占いでても2番の芯が1番切れる議論にはならないですね。1番釣りにしかならないですね。3、4場面下で1番釣り、2番がすらしても1番釣りにしかならない場面だと思いますよ、あれは。まあちょっと結果論、結果論、2、3がお互いトリッキーだったってことね。まあそういうことだね。そういうことだね。3番さんやっぱり1番さんが狼見えてたんだね。
いやでも俺一言言いたいんだけど、そもそも2番の最悪シーンを追って9白で置いといて、別に9番を置いといていいわけじゃん。9番を釣るメリットないじゃん別に、あそこの盤面って。ともするなら4、5、6のどこから詰めるっていう思考にはならんかったんかなと思って。人造札のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。